これは文科省の発表した、これ飛行機でずっと測ったんですね。アメリカの機械を使ったんですね。土壌の汚染レベルですけども、大体まあ我々の計算でも福島市はもう1年間に12シベルと計算できますので、まあ、すでに42シベルとまでですけども、あとセシウムでずっと長い時間続いてますから、大体12シベルからほぼ合っていると思いますけども、この飯舘村っていうのはですね、本当に中央線のところを考えていますから、この双葉町、浪江町を超える汚染、150とか100とかっていうのが、まあ、あるわけです。これはたまたまそちらの方向に風が飛んだ、こうドカンと行った時の風がそっちに飛んだ。次お願いします。まあ、こんなわけで、浜岡原発を実は今回の福島の地震、何よりも早く30年以内には来るぞと言われていたわけですから、みんなそっちの方を心配した。しかし福島についてはほとんどの人が予想してなかった。でも必ず実際に起こったわけですから、まあ、こういう決断を政府がするということはある意味では当然だというふうに思います。これもよく出てくる絵なんですけども、中央防災会議が作った絵なんですけども、ご承知のように浜岡原発はこの想定震源域の真ん中にあると言っても過言ではありません。で、特にその浜岡の場合にはですね、福島の場合には沖合で起こった断層のずれですね、それで津波による影響が大きかったわけですけども、だから津波の対策が不備だったと言われていますが、準電力はですね、それをこうまあ言ってみれば引き取っているというか、巨大な杉立てを海岸に建てて津波対策をするので、安心してくださいと言っているわけですけども、これはですね、やっぱり事情が違うとは違うんです。つまり津波の影響ももちろんあるでしょう。でしかしこれは直下型地震です。おそらく振動による影響がはるかに大きい。実際に起きたらですよ、大きい。配管とその圧力容器とかとの継ぎ目が引きちぎれるとかですね、そういうことがおそらく起こる。ですから、冷却用のポンプを守れば、この間、直近で高いところに冷却ポンプを移動したから大丈夫ですって言ってますけど。やっぱりですね、トンチーカーなことやってると私は思います。それも大事ですよ。しかし、想定される地震に対してきちんと対応しているかというと非常に疑問です。先生、これはもう皆さんもお承知かと思うんですが、原発依存度のグラフで、原発止めたら電気足りなくなるんじゃないかというふうに、まあ、いろいろ言う人もいますけども、まあ、そんなことはありませんよという根拠になるグラフ。まあ次、中部電力というのは原発移動なんかが一番低い電力会社なんですね。ですから、まあ、12.3%、次は12.3% ですね。ですから、まあ、夏のピークの時だけの問題なんですね。でそこを少し、まあ、節約すれば十分乗り越えられるということで、ですから、まあ、浜岡を止めて、いろんな、それが今後の実験になるというふうに私は思います。これで終わりです。あとはまあ皆さんご質問等あればどうかどうかね。ここも貴重な話どうもありがとうございました。それでは5分から10分ぐらいですけれども、またお話しいただいた皆様に今までの講演の中で疑問等ありましたら、質疑応答の時間を取りたいと思いますけれども、どなたかご質問ありますでしょうか。よろしくお願いします。先生の先ほどのお話の中で、再臨界というお話がありました。はい、3号機が再臨界の恐れがある、あとは捨てるだけだ。再臨界が起きた場合 の、 その止める手立て、
と申しますか、そういうことについて教えてください。ありません。まあ、その再理解というと規模が大きいよ爆発とかなるんですけども、小さければですね、その熱を発する状態がずっと続いている。で、専用棒があればですね、専用棒を中に刺してそのウラン燃料同士を、まあ、遮ってやれば止まるんですけども、固まってこう固まりですと中に専用棒入りません。ですから外側に関してはこの間やったように放散水、放散というのは中性性を吸収してその核反応を、まあ、止めることができない。だからただの水じゃなくて放散を溶かした水を注入したようなんですね。ということはどうも政府も東電ももしかしたら再臨界起こっているかなという心配した恐れがあるんですね。しかしそれではですね、表面から出ている中性性が吸収できます。塊の中は、ね、届かないわけですから、これはまあ気休めじゃないかと思うでしょう。だから問題はその塊の大きさ次第でどれくらい続くかが決まるというふうに。他にどなたか、あと チェルノブイリで、まあ、あの27年前に爆発して、そして、まあ、周りの土地が汚染されたんですけど、その例えば私たちも白血病で死ぬと思ったら、まあ、非常に多くの病気で死ぬことを今教えてもらったんですけど、そういうデータをもらえたらもらいたいこと、また本があれば、あの、ね、そうですね、教えてもらいたいと思いましてですね、はいはい、これはですね、あの実は事故の直前、去年の12月にベラルーシの研究者ネストレンコさんとあと2人の方がですね、こういう実情について、まあ、非常に内部被曝も含めてですね、それから病気の発生、非常に詳しいあのことを書いた本をアメリカで出版しました。で、まあ、私もそれ今時々読んで引用してるんですけども、現在日本で翻訳中だと聞いてます。ですから、まあ、夏過ぎか秋には出版されるんじゃないでしょうか。まあ、できたらその本の題名、マチュレミ事故の結果起こったことっていうタイトルの本なんですけど、はい、厚さ2センチか3センチぐらいの、非常によく書かれている。まあ、私がもう今ご紹介したこのパワーポイントの中のデータは必要であればというふうに。今日はありがとうございました。あのちょっと途中からお話ししたんで、あのもしひょっとしたらお話されてたかもしれませんが、浜岡は停止っていう方向に、まあ、なったんですけれども、でもあの政府の発表だと、そのいわゆる対策が全部できるまでっていうようなことを言ってますよね。あの本当にあの場所にあってあの万全な対策なのかできるのか、でもし例えばですよ、例えば先生が金に糸目をつけないからここまでの対策をこういうふうに、まあ、対策を立ててくれるというふうに、もし先生が金に糸目をつけないから政府に言われてやるとしたら、どんなことまでやったら可能だろうと思いますか。それはもう無理なんでしょうか。どうなんですか。私は、ね、地震に関しては全く素人なんですね。だから今想定が8です、 8.5 ぐらいから ですけども、福島の場合にはやっぱり9を超えたね、そういうその想定している震源の地震の大きさのマグニチュードのレベルを超えることもあるということですね。今はその 8.5 を基準にして、それに耐えるようにいろんな補正をしているので、そのどういう地震が起きるかって想定地震をもう一回見直す必要があるんですね。まあ、一番いいのは、このままこう寝かしていただくというのが一番いいです。質問しますけれども、一つはあの
被爆労働者がですね、まあ、何かこう作業をしとっても2分と3分とか時間ずれちゃうんですね、はい、そうすると、やがてはその被爆をしてもいいよっていうと労働者がいなくなっちゃうじゃないかと思うんですね。そうですね。そういうことを例えばですね、まあ、50過ぎの人は被爆してもあんまり影響がないというふうに言われるものですから、全国からですね、普段はですか、50以上の人を募集して行ってくれよという話が出るんでしょうかね。現実は逆ですね。ホームレスの人とか、あるいは若い人を、まあ、最近見た記事、騙して連れてきますね。被災地のガラクタの撤去だというふうに言われていったらですね、実は原発の中の労働があったということが新聞に報道されました。これは岐阜の会社なんですけど、そんなふうにしないと人が集まらない状況にすでになる。それから特に非常に難しいのはですね、放射線管理区域で労働するときには必ずそれを監督する管理者が同行しないといけないわけです。そして体質も測定して、ここはこれくらいだからちょっと離れなさいとか、もう退去しようとか、そういう指導するわけです。ところがその管理者はですね、必ずそういうところに行くわけですね。で、働く人はまあそれで辞めればそれで済むんですが、管理者は必ず何回も何回も行かないといけない。その管理者が全く不足してるわけです。で、実は管理者がいない作業がすでに行われている。で、そういうことがですね、今後も続くと、本当に何ていうか、どれだけ被爆したか分からないという人が出てくる可能性もあるわけです。そこが、まあ、被爆労働の怖いところです。実際には若い人、今働いている人は若い人が、まあ、50代は被爆がいいと言っても、力仕事はあまりできないわけですから、役に立たない。それは事実ですね。軽労働ならもちろんやればいいです。東電の中高年職員は全部取り込めばいいとは思うんですけど、そうもいかなくて、実際には下請けを抜いて、肥満を受けから集めて働かせるという状況で、どうしてもやっぱり近い仕事、あるいは危険な仕事は若い人一人なんでしょう。まあ、チェルノブイリでもですね、働いた私たちはたくさんの消防士たちを友人を持ってます。次々と亡くなっています。消防署長だった人は突然心臓発作で亡くなりました。看護師さんとして現地に入っていた女性は癌で3年前に亡くなりました。そんなふうにこうずっと20年付き合ってきた友人たちがですね、当時はまだ20代30代、それが今50代60代で病気になったり亡くなったりして、そういうことがまた日本でも起こるのかという気がして、本当に今思っています。浜岡区についてもう2つちょっと聞きたいんですけど、1つはですね、運転停止するときに塩水が入ったとか、そうですね、あれは、はい、もう一つですか、はい、もう一つはとりあえず運転は停止したわけですけれども、直下型ですから言いますとね、運転停止しとろうがどうしようが、実際は火が凍るんじゃないかなと思うんですけど、その辺の。そうですね、後の方から申し上げますと、使用済み燃料プール、まだあるんですね。1号は全部撤去したと言いますけど、2号、3号の方にこう移して、でもそっちの方にまたたくさん入っているわけですから。直下型地震でもし燃料プールにひびが入る穴がということが起これば、おそらく、まあ、冷却水をどんどん送り込むということにはなると思うんですけど、穴が大きければまた露出するということになりかねないですね。ですから、まあ、これはもう地震が起こらないようにですけど、それから最初の質問なんですが、10年え？停止すると作業の時に塩分使用する。ああ、ごめんなさい。今後は、ね、塩分ですね。あれはですね、多分その
停止したから起こったのか、それ以前から起こったのかよくわかりませんけども、圧力、その蒸気が出て海水で冷やしてまたぬるま湯になって戻っていく、その時にですね、その肺、その冷却器があるんですね。その冷却器の中にある四蒸気配管のどこかにひび割れとか穴が開いてたということを意味します。で、これは事故のせいなのか偶然なのか分かりませんね。間違いなく四蒸気配管のどこかに継ぎ目とかですねにひび割れとかが入って、その周りに大量の海水があるわけですから、それがこう入り込んだらしか考えられない。で、原子炉なんかが塩水ですね、大体 何トン、何十トンとか言ってますよね。これはもう異常ですね。あれも廃炉にするしかないんじゃないでしょうか。おそらく。塩水が入った状態で今もう熱い状態が続いているわけです。当然全部周りが錆びてるじゃないですか。おそらく、中では行きませんけど、思う気も廃炉でしょう。にするしかない。まあ、福島の場合も、淡水で冷やす水がなくなってですね、一時海水を注入したわけですね。で、その決断を、つまり海水を注入するっていうことは、もう即廃炉が前提ですから、それをなかなかその東電が渋ったようなんですね。それでかえってその爆発が起きてしまうということがあったようです。で、アメリカは早々と海水を注入しろって言ったようなんですけど、それを拒否したというふうに新聞には報道されています。基準は早急にその下げるべきだとは思うんですけれども、じゃあその例えば農家とか漁業者をどう守るんだという問題はあるわけですね。そこが非常に難しいと思います。で、実は今度6月25日名古屋でシンポジウムをやるんですけども、これはですね、例えば茨城県とか福島県とか千葉県とか選挙の方たちが非常にその難しい状況に立たされているわけです。今までその安全な食品を作って彼に提供するということを目的にしてやってきたんですね。で、地産地消の時が。ところが、そういう農家に限って露地栽培とかしているわけですね。被害が大きいわけです。そして実際に地上を超えるものが続々と今出てきて、で、それをですね、じゃあどうするんだ、今の政府の基準は高すぎる、じゃあ下げようというふうにすればですね、それを超える農家がいっぱい出てきますね。で、まあ、選挙によって今、沈黙を守っているところもあるし、政府の基準でいいのだと開き直っているところもある。しかし、そうすれば今度は消費者にそれが流通してきます。実際に愛知県でそういうものを扱っている政府はいくらもある。生産者を守ろうとすれば消費者が被爆にされる、で、消費者を守ろうとすれば生産者が切られる、そういうそのジレンマが今起こっているわけです。本当の責任は国と東電にあるんですけども、それがお互いにこうですね、なんていうかどう言ったらいいか分かりませんけども、反発せざるを得ないような状況に置かれる。これをなんとか
どうしたらいいだろうということですね、まあ、各地のそういう団体、生産者、業者を集めて、6月25日に考えて、新党とのやる準備を進める。大変難しい。しかし、このままの状況でいけば、おそらく間違いなく、さまざまな病気が増えると、私は思います。はい、ありがとうございました。それではもうそろそろ時間になりましたので、これでちょっと質問を打ち切らせていただきたいと思います。ただ質問がある方は、手元のアンケート用紙に今回の勉強会でわからなかった点等を書いて提出していただければ、またこちらでまとめて春先生の方にお伺いしたいと思います。このような事故を今の実験理解したり、自分なりに解釈するのは難しいことだと思うんですけども、勉強していろんな方の話聞いて、今度知っていくことっていうのがとても大事だと思います。それで何ができるかわからないけど、ずっとこう続けて勉強して知って伝えていくっていうのは必ず大事なことだと思います。あと3回もあります。皆様の友達、ご友人に伝えていただいて、ぜひこのような貴重な機会に来ていただけるとありがたいです。それでは川田先生、本当にありがとうございました。ちょっと怖い話ばっかりしたと思うんですけど、しかし我々そういう環境の中でも生きていかなくていけない時代に入ったというふうに思います。でその中でじゃあどうやって自分たちの身を守っていけるのか、方法はあるのかということですね。また次回からテーマにしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも皆様ありがとうございました。